ちょっとまだ期間がね長いからね、この間私が何をしてるかっていうのを補足でやります。前ねバザーでねひよこ買ったんだよね。これで今日晴れてるから朝起きたらこんな感じでひよこをねこっちに出してあげます。で寝る前18時頃になったらひよこを持ってまた元に戻してる感じ。ペットがいないからね、猫とかいたらそんな感じかなって。今ほら株とかこれ走るの危ないからね。あとこれ前バザーで買ったキュウリですね。これ次回のねバザーでね売ろうと思ってます。下はね株になっております。まあ、こんな感じでね裏でやっております。いつも水やりやって肥料やってって感じで、椎茸生えてたここにで拾っていらないものはこのムーチョに全部やります。雑草とかね、あと適当に捕まえた虫もここで売っときます。バザーだったら1個ずつ出さないといけないからめんどくさいから、まあ、こんな感じでね裏作業をやっております。こんな感じに見たらわかると思うけど乾いてきてますよね。5時過ぎたら揚げたところから、だからこんな感じに5時頃戻ればいいかな。早朝すぐ揚げたらね、ひよこを戻すのを忘れずに。18時ぐらいになったら暗くなっちゃうからね、こんな感じに真っ暗になっちゃうから。あっ、これね歩かないといけない。傷がついちゃった。この3つ傷物です。せっかく火をあげても無駄になっちゃうからね、これ絶対注意です。でこれで全部やったらもう寝ようかな。ちょっと早いけどね、やることがないから。まあ好みによってはこうやって回復して飛び込むのもありやけどな。お、こんな感じに拾えるのは拾えるけどね。今日は雨が降ってるからこの右のひよこさんはねそのままです。だからここの餌食べてますね。餌買ってここに撒いてあげるのが大事で、畑の水やりもしなくていいから楽です。ここ歩くちゃんとやらないといけない。昨日ちゃんとなんていうの、傷ついちゃったからね。まあ楽だけどやることがないな。カエルとか捕まえれるな。お、いた、カエル。これエンジュギンあげたら喜ぶからね、取っとってもええよな。だから新たな生物捕まえることができるかもしれない。だからちょっと雨の日の実況、この辺たまにクルミとかが落ちてた。この辺でもあまり何もないよね、特に。じゃあちょっと雨の日の探検行ってみるか、楽しみだね。椎茸が生えてた。これね、晴れの日も普通に生えてたからね。雨の日は確か飛び込んだら結構いいのが手に入るんじゃなかったっけ。これチャレンジするのもいいかもしれない。なんか取れたよ。空き缶か。まあなんかでも雨の日はいいって聞いたんだけどな。お風呂入ってから3時間1回やってって感じでいいと思うんだけど、もう一回検証してみるか。頑張って8や9、10、11、11時ぐらいになったらまた戻ってお風呂入って回復して感じでやろう。あと花飾ることができるんだよね、この下。それもちょっと回復できるから、この下か、花瓶に入れる。これでいっか、ムーンドロップイエイ。あまり変わらんけど、こんな感じですね。じゃあ続きやっていくか。あ、ちょっとまずは体力も減っちゃったからこの辺、まあ、この辺いつも通りか。ムーンドロップ層とか住人とかにあげたいから取っとって、マジックブルー層あって、でこっち拾っていってって感じ。あ、カエルがいる。マジでいっぱいいるやん、カエル。初めての生物いいね。落ちちゃった。インチキするしようとしたらダメだ。こっちの方行って、いつもなんかここ出てくるんだけど今回出てこないな。どこに何が出てくるかわかんないからな。これ左はまだね住めません。出てくる？出てこないか。こっちとか何かいるのかな。ただ蝶々とかは雨の日は出てこんね。カエルばっかりだね。じゃあちょっと右の方行ってみよう。雨の日の釣りも興味あるけどね、すごく。今日はカエル尽くしや。エンジが喜ぶぞ、めっちゃ。この辺は、まあ、わかんなかったらこうやってビービービー押してたら手に入るからね。連打してたら。この辺とか、同化してる可能性もある。あら、あんま落ちてないよ、今回。ダメだ。花があんまり落ちてない。珍しいな。晴れの日の方が落ちてんのかな？石とかやったらいっぱい落ちてるけど。石とか投げに高く売れるからね。
あ、ほんとないよ、花とかが。雨の日はみんな中にいるのかな。朝から張り切ってますよ。いつも姉もね候補だから開けてるけど、中にいるかな。あ、中にいた姉もね。姉もねは、あ、ここの辺はカットするか。いつもマジックブルースをあげてます。喜んでくれる。で、この人は確かムーンドロップ層だったかな。間違えてたらあれだけど、父親とムーンドロップ層だ。よかったよかった。あ、今花祭りだからそこまで花の種類気にしなくてもいいかもしれない。で、このトイフラワーサギアあげる。まあ、ついでにエンジュにもカエルあげてみよう。多分喜んでくれる。あ、これエンジュのお父さんだ。エンジュのお父さんはね、カエルとかそういうの好きじゃないからね。雨の日もお仕事ご苦労様です。傘もささずに行ってる。ここにはさすがいないか。家のところに行ってみるか。あ、カエルがここにもいたわ。ここはちょっとショートカットできない。あれ、いなくなっちゃった。だから雨の日チャンスですよ。エンジュ好きな人はカエルをね、大量にゲットして渡すチャンスでございます。ちょっと行ってみるか。ここからショートカットして、多分喜んでくれる。左にいるのかな。ちょっと濡れた中ですまんけどね、まだ覚えられてないね。早速カエルっていくらぐらいで売れるんだろう。アマガエルあげよう。これは私にいいものじゃない。ふふ、ありがとう。ほら、喜んでくれるからね。ムーンドロップ相当、ムーンドロップじゃないわ、マジックブルー相当同じ好きって感じかな。で、いらないものはこのムーチョで売って、今のところ肥料買ってるけど、これがね、いいか悪いかは分かんない。肥料あげてる。またアマガエル、ここ復活してたわ。で、11時になったからまたちょっと回復。これはもう花が生きてるようになるけど、これ3時間に1回多分大丈夫だと思う。11時過ぎてるから、こんな感じに回復する。次は15時ぐらいか。それまで飛び込みして、ここで待機して、今日はもう飛び込みだけやっとこうかな。レベルアップしたアマガエルいっぱい捕まえてたら、前回と同じだけどね、虫取り名人、虫じゃないけどね、そんな感じです。お、ミントもあったわ。寝ますわ、もう。おやすみなさい。はい、今日は花祭りの結果発表、ベストフレンド10人になれたかな。12時になったらね、行きます。まあ、いつも通り、それまでは畑にお水をあげたりとか。お、株もあるね。これも歩くにしてからね、取っておきます。この辺ちょっと裏作業で12時までやって、結果を見てみましょうか。肥料ずっとあげてたんだけど、星1だからそこまでね、肥料意味ないかもしれないね。使い方が悪いだけなのかもしれないけど。くるみ、ここ落ちてるからね、たまに。寝よう。今日は春の月13日。この日は特に何もないです。明日がいよいよね、このチョコのやつですね。まあ、いつも通りこんな感じ。今日は晴れかな、だからこんな感じで外に出します。雨の日は出さなかったけどね。お、こっちだ、こっち。キュウリはなってんのかな。キュウリじゃない、ジャガイモか。あ、これで芽がなってるって感じか。間に合うのこれ。普通に明日とかになりそうだね。忙しくなっちゃうぞ。あ、危っ。収穫できた。じゃがいも水あげようかと思ったら、まあ、こんな感じです。で、こんな感じでじゃがいも、お、これね、手前のは肥料あげたんだよね。で、こっち肥料あげてないやつ、あ、これが、見て、あれ、あ、そうか、一個一個肥料あげたんだ。これね、じゃがいも料理ね、いろいろ調べたんだけど特にないから、結果論としてじゃがいもじゃなくて、序盤は株を全部買って、株のね、料理をして売るのが一番いいみたいですよ。だからね、じゃがいもは買わないように。私はちょっと何も調べずにやったからね。まあ、今後もね、後から調べるみたいな感じでやっていこうと思う。そっちの方がこうやってちょっと失敗しちゃうけど楽しいからね。まあ、そんな感じで、このじゃがいも1個ね、いざという時のために取っとこうかと思う。種とかにできるのかどうかわかんないけどね。で、この辺の荷物整理ほんとしとこう、今のうちに。この辺もやって、この虫のやつとかは全部取って、肥料もほんとは全部やりたかったけどね。またバザー本番になったら
この辺きれいにしておきます。なになに、今日は兄弟でお出かけの日ですだよ。マジか、なんか珍しいものが見えた。よかった、話しかけて。ちょっとあげるか。あー、もらってくれないね。普通に何かやるんだろうね。準備かな、なんかの。ちょっとムーチョの家に後で行こう。先回りしとこう。わあ、今日は閉まってるわ。出かけるんだね、どっか。いる、こっち。おはようございです。朝から元気そうですね。定休日金曜日とバザールの日なんだ。なるほど。まあ、バザーが終わった後に株買えば間に合うから大丈夫か。全額株に投資しようかと思っております、次はね。これどこ行くか気になるからさ、今日はこのムーチョ追跡調査するか。多分都会に出かけてからいなくなっちゃうだけだと思うけどね。3人が集まったところ見れるぞ。入ってきたぞ。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。ゆっくりだね。この辺ちょっと見学しとこう。楽しみだな。さあ、会議が始まりました。多分12時くらいになったら移動すると思うんだけどね。私は疲れておりますね、左上。今日も収穫してからやることがないからね。こんな感じでね、監視ぐらいしかないです。楽しいわ、普通に。兄弟会議ですよ。牧場って儲かるですだよ。でも牧場ばっかりやってたらダメですだよ。商売、お客さんとの会話も大事。確かにね、会話は楽しいからな。部外者お言葉にごめんなさい。ちょっとこっそりこっちのサボテンの鍵に隠れとくわ。2時間も会議してましたね。ずっとね、止まっておりました。私はあくびがしました。さっきと同じ会話だ。多分都会の方に行くと思うけどね。こうやって誰かを観察するものも楽しいよな。これみんな出てきたら入れんくなるからね。それもちょっと見てみよう。3人出てきた。多分入れんくなる。入れんくなってもこっから入れるんだよね。泥棒ができるという。今のうちに盗みたい放題だけどね。まあ私は良い子なのでね。そんなことはしません。さあ、多分右の方に出かけていくと思うけどね。今から兄弟で一緒に買い出しに行くで出すよ。今から買い出し。今日元気だな、お前また。もうバザーも楽しみにしてるよ、ほんと。で、この都会の方に向かっていく感じでね。まあここはいいか略です。もう右の方に消えていく。みんなと同じ仕事の方ですね。まあ暇だからこんな感じで飛び込んで遊んでるんだけど、空き缶を売りたくても売れないというね、ジレンマに陥っております。いや、ほら、上の方に向かっていったでしょう。あそこの上のマップ入ったら多分ね、突然消えると思う。どこの辺まで行った？わ、結構早いね。ここ。この上に行くんだよね。で、ここで突然消えます。上行くよ。あ、ここまだ消えないんだ。なるほど。こっちに歩いていくって感じか。ここで消える感じか。だからここまではいざとなったら話ができるってことかな。通り抜けるからね。邪魔することはできない。誰一人として立ちふさがっても、これ買い出しを邪魔することができないっていうね。なんということでしょう。まあ、楽しいね。いろいろこうやってやってると。まあ、そろそろペットも、っていうか、ヨコちゃんも中に入れてあげんやけんな。いってらっしゃい。まあ、ちょっと早いけど入れとこう。5時前に入れとけばええでしょう。はい。入ったよね。オッケーオッケー。ちなみにね、恋のライバル、アギがいましたわ。アネモネと一緒にいるわ。ということで私もね、ここにお邪魔しよう。まあこんな感じですね。あ、アギの家ってここなんだ。いい家入ってるね。この中見てみたいな、中。20時になったら帰っていく感じ。アギも家に入る感じ。アギの家見てみるわ。あ、こんな感じなんだ。え、結構いい部屋だね。彫刻家なんだ。才能あるね、君。マジか。いや、いつも大変そうですねってしかも言ってくれるし。いい子だったわ。まだ入ってない家。このロイドの家は入ってないから、また入れる時にね、入ってみようかと思っております。ひよこもちゃんと21時過ぎたらから寝てますね。ここでストレスの様子も見れます。今回はね、雨の日の実況と、ムーチョ3兄弟の行方とかをね、やりました。次回はね、この春の感謝祭の日、男の子が女の子にチョコを使った料理をプレゼントするっていうのをやってみようと思います。その次がね、バザーの日。その次は私の誕生日。イベント盛りだくさんです。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。今日はね、寝ます。おやすみなさい。ありがとう。セーブして寝る。